はい、こんにちは。今、ね、東京都の新幹線ホームにいるんですけどもね、10月20日からね、東海道山陽新幹線にもね、7号車、会員限定で、椅子ワーク車両、最近ね、ワーク車両、ワーク専用車両がね、流行ってると思うんですけども、7号車にね、椅子ワークの中で一部分だけね、プレミアム的なシート、ね、東海道山陽新幹線、通常ね、普通車指定席っていうのはね、2、3の5列シートなんですけども、3の方のね、B 席に対してパーテーションで1つ席を潰して、2にしてるねシートがね10月20日から登場します。もうね準備でき次第ね、もうすでに運行を開始しているようなんです。プラスね1200円で B 車両は使えるんですけど、 B 席はね使えるんですけれども、まだね10月20日までは普通の料金で使えるようなので、早速ね東京から新横浜まで18分間ですけども乗ってみようと思います。
広島行きです。新横浜を出ますと、次は名古屋に停まります。お忘れ物はございませんでしょうか。荷棚の上、座席周りをお確かめください。新横浜に到着しました。東京から、ね、わずか、ね、18分ということで、今日は、ね、S ワーク P 席の試し乗りということで、ねまあ、わずか18分ですが乗ってみましたが、いやめちゃくちゃいいです ね、 あのねリクライニング自体は、ね従来のシートから、ね、シートと比べると若干、ねまあ、倒れなくはなっているんですが、前後の間隔は、ね、通常通りの 1040mm ということでとても広かったですし、まず、ね、B 席の人と、ね、がまずいない、パーテーションが仕切られているので、ね、いないというのがとても大きかったです。いやこれ、ね、東京から博多まで乗り通してみたいと、非常に思いました。1200円プラスで、ね、10月20日から、ね運行を開始されるそうです。ただ、ね、予約が、ね、10月18日からなので、ね、早めに予約取って、ねまた東京博多、ね、乗り通してみたいなと思います。今まで、ね、E 席、2人掛けの窓側とか、ね、D の、ね、通路側の人で、ね人がいると、まあ、隣同士だったんですけども、A の窓側に座る、ね、B がいなくて C なので、いやこれは、ね、快適で東京博多まで行けそうです。いや興味ある方はね、ぜひチェックしてみてください。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。